こんにちは。こんにちは。お茶を飲んでお味の方はいかがでしたでしょうか。とっても美味しかったです。あ、そうですか。高校生が作ってくれたお茶ですので。こうやって児童館で野立てができるっていうのはいいですよね。とってもいいですね。それで、動画を見てる人が分からないといけないので、ちょっと自己紹介を軽くしていただければなと思うんですけれども、はい、私南大に住んでおります野沢と申します。南大児童館の応援団長をやらさせていただいております。チーム南平を作ろうという、地域、懇談会でおっしゃってたんですが、どうでしょう、できそうですか。なんとか一歩一歩気づいていきたいなと思っていますので、ご協力のほどよろしくお願いします。そうですよね。こうやってね、だんだんいろんなイベントがある中で、今日なんかすごく人が入って、本当に活気あふれるイベントだなと思ったんですけれども、ぜひチーム南平を住んでいければなと。そうすれば子どもたちが何かあってもおじさん助けて、おばさん助けてって言えるような作りを進めていきたいと思います。そうですね、はい、ありがとうございました。すいません。